俺様は倍世光星人だ。街を暴れ回って人間どもを引き殺してやるぜ。いやは、俺様はテロリスト。人間どもみんな俺様にひれ伏せ。ブーン。ああ。今日はとってもいい天気だな。それにしてもあれだな。あの雪が降ってくる、どうしよう。ブーン。ああ。俺様は誰にも止められねえのさ。いや、止まるぞ。誰だ。自由の戦士、電子レンジマン登場。お前が電子レンジマンか。もういい、俺様にひれ伏せ。引き殺されてな。お前に乗って俺が運転してやる。うわ、なんだ。俺様を運転できないぞ。理由は教えないがな。俺様に引き殺される。電子レンジマンは、人形劇なので今映像的には映らないものの、血ヘドを吐いた。腹を思いっきり引かれたからだ。しかしその吐かれたあれによって乗っているザモラー星人の姿が分かったのだ。しまった、俺様の姿が見えている。この自転車はあくまでフェイク。本当に倒すべきはあの乗っている宇宙人だったんだ。ザモラー星人、お前を成敗してやる。フォームチェンジ、スイミングフォーム、ブリザードアタック。うわ、よし、このマラギリ町の平和は戻った。その頃、電子レンジシーではおぞましき怪物が電子レンジ評議会を襲っていた。うわ、電子レンジマンを呼び戻せ。